カープロゴの電車が今回初めて登場したサンフレッチェのデザインに早変わり。東映用に展示された車両にカープの応援でおなじみジェット風船が飛び上がり、路面電車とアストラムラインのラッピング電車が次々と変わっていきます。会場ではアストラムラインのキャラクターが訪れ、見に来た子どもたちが楽しんでいました。ジ・アウトレット広島の新しいプロジェクションマッピングは秋ごろまで楽しめます。